ドドンということでやってまいりました。美味しそうなアイスが乗るのかな。ということでもう一つです。ピニャッと混ぜてこちらいただきます。ちなみにまだ食べてませんが、横こんな服屋さんがあるみたいですね。ということでちょっとおまけです。ダン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 ということでやってまいりました。サーディーカップ、こんにちは、ノブです。本日はピンクのお店、そちらにアイス食べに行きたいと思います。ということで本日はちょっとお買い物とお昼ご飯食べに実は読谷村に来たんですけど、お昼ご飯の動画はちょっと最後におまけ動画としてお伝えさせていただきますが、こちらのメインはちょっとピンクのお店、めっちゃピンクなんですけど、そういったちょっと可愛いアイス屋さんに行きたいと思います。プレミアム付き商品券については出だしでもお話しさせていただきましたけど、読谷ペイが一番お得です。どうどんということでやってまいりました。こちらのジャッキーアイスさんです。冷たい雨降ってるんで早速中入っていきたいと思います。メニューはこんな感じになっております。もう子供と妻が行ってるので行きます。よいしょ。美味しそうなアイスが並んでます。ということでこちらいただきました。バニラと紅芋、それにカラースプレーとチョコレートとかトッピングしました。よいしょ。それではいただいてください。ということで突然ですがこちらから値段のご説明をさせていただきます。左側の小さいサイズがアイス2つ入って280円、右側が3つアイスが入って360円になってます。そしてこちらはトッピングの一覧で別途料金がかかるんですが、ヌテラチョコ30円、ピーナッツバター30円、高いものでホワイトストロベリーが80円などとなっております。このような感じでアイスのサイズそしてトッピングを選んで作っていただきます。ということでもう一つです。こちらが380円で塩チンスコーと黒糖バニラ、あと下にチョコレートがあるようです。そしてトッピングです。トッピングはプラス料金です。美味しそうです。それではいただきます。ちなみにまだ食べてませんが、横こんな服屋さんがあるみたいですね。こんなアロハシャツっぽいシャツとかがあります。 B さんとかもあります。面白いですね。横に小さなお店もあります。それではこちらの塩チンスコーからいこうかな。チンスコーバニラ、よし。それではこちらのチンスコーバニラいただきたいと思います。いただきます。それではいただきます。いい感じの塩気と美味しいですね。あとこちら黒糖バニラをちょっとトッピングと一緒にいただいてみたいと思います。いただきます。ちなみに上にかかってるのは無料のキャラメルソースです。ではいただきます。美味しい。それではちょっとこちら娘が選んだやつの紅芋、これ読谷さんの紅芋を使っているそうです。それにホイップクリームついてます。それではいただきます。それではいただきます。いただきます。美味しいね。そしてこちらにピーナッツバターをトッピングされてるんですが、お店の方の動画見たらグワーって混ぜてみるのもいいみたいです。ということでこの辺ちょっとニャーっと混ぜてこちらいただきます。それではいただきます。ピーナッツバター甘い、でも美味しい。お店の雰囲気はこんな感じになっております。ということでごちそうさまでした。美味しかったです。ということで戻ってまいりました。で最近ありがちな数日後経過しております。今回お伺いしたジャンキーアイスさん、なかなか美味しかったです。アイス自体はすいません、ちゃんと確認はしてないんですけど、まあ、手作りとかっていうわけではなくてどこかで仕入れられてるアイスだと思うんですけど、まあ、それに普通のアイス屋さん、まあ、いわゆるサーティワンとかブルーシールアイスなどであるようなトッピングではなくて、トッピングがいろいろ楽しめて面白いお店だなと思いました。実はこちらのお店知ったのが TikTok の動画で知ったんですけれど、お店の方がおすすめしてたのが今回もいただいたピーナッツバター、あとですねヌテラチョコレートだったかな、そちらの方をトッピングしてアイスとぐるぐる混ぜて食べるのが美味しいっていう感じで言ってました。今回ピーナッツバタートッピングでいただきましたが、ピーナッツバターの甘さ、実は僕自身はそこまで好きではないんですけど、アイスと混ぜるとなんか普段食べてるアイスとまた違って一味違ってなかなか美味しいかなって
と思いました。あとアイスの値段設定ですよね。あの1カップで小さい方で2つアイスが入って280円、おそらく31とかって、すいません、なんか31とかブルーシールばっかりと比べてますが、31の何でしたっけ、スモールサイズでしたっけ、小さいサイズが2つ入ってるぐらいなのかなっていう印象ですが、31ってあれ1つで280円ですよね。それが2つ入って280円って、普通にアイスいただくだけで値段のコスパ的にはめちゃめちゃいいなと思いました。なのでさらにそれにトッピングをかけてちょっと贅沢にいただいても全然コスパがいいアイスクリーム屋さんだと思います。そしてお店の雰囲気もめちゃめちゃピンクで可愛い感じです。ちょっとおっさん一人では行きにくいですが、家族で行くには全然問題ない感じです。そしてお店ができてから多分1年ぐらいは経過してるみたいなんですけど、お店12時半オープンで、僕たちが行ったのがちょうど12時半ちょっと過ぎなんですけど、結構お客さんが来られてて、本当にオープン直後にお店に行くのって、そのお店に行こうっていう感じで行かれた方、通りすがりというよりこのお店を目的で来られた方だと思います。お昼時の同じ時間帯に数組来られてたんで、結構人気のお店なのかなと思いました。あとインスタグラムとか、先ほど言った TikTok とかもやられてて、結構皆さん気になってるのかなと思って今回ご紹介させていただきました。なかなかコスパも良くて、今までにないアイスのアレンジなんか楽しめるんじゃないでしょうか。ちょっと場所が読谷村で、宜野湾からもちょっとはるばる行ったなっていうイメージですが、ぜひ読谷村とかちょっと北部に行く方、ぜひそちら寄ってみてください。ということで本日は改めましてジャンキーアイスさんのご紹介させていただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディークラップ、バイバーイ。ということでちょっとおまけです。お昼ご飯でいただいたのはこちら、オブリガードさんです。タコス屋さんです。おー、でもメニューはこんな感じになっております。フリトーとかもあります。あとタコスとかタコライスもあります。違うな、タコライスここじゃないですね。タコライスはこちらでした。でん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 ということでやってまいりました。こちらインチラーダミールです。ミールなのでメキシカンライス、そしてこちらがリフライビーム、あとこちらトルティーヤがついております。そしてチップス付きです。なかなか美味しそうです。そしてあとこちらがステーキミールでございます。こっちがミニミールで、こちらはミニミールっていうのがないんですけど、こっちミニミールですね。ミニミールでも結構なボリュームですね。あと子供こちらが普通にグランタンいただいております。それではこちらの、あんまりいつも食べ方が分かんないんですよね、メキシコ料理、こちらのインチラーダいただきたいと思います。いただきます。それではこちらのインチラーダいただきます。メキシカンな料理っていう感じですね、うん、美味しいです。ということでごちそうさまでした。完食でございます。美味しかったです。